舞台カモメ愛を紡ぐ人、トレイブレフ役の椿隆之です。トリゴーリン役の小田井亮平です。です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 じゃねえよ、ですですじゃねえよ。あれですよ、はい、これを書いたチェーホフさんはね、今年生誕150周年なんです。おめでとうねえ、はい、まあ、もちろんもうこの世にはおられないですけどもね、はい、それを記念してこの舞台はそうですね行われておりますよ。ちょっと意気込みなどをトレイブレフとしてガンと伝えてください。新たな景色以上。新たな景色、景色、景色、景色って聞こえたよ。マジですか。サイトシーンかと思ったよ。ちょっともうちょっと、もうちょっとファンとして聞きたいな、その意気込み。そうですね、うん、とにかくセリフが長いです。もうノイローゼです、正直。まあそのノイローゼを本番に向けて、本番でストレスを発散します。ちょっと一言言っていい？はい。嫌なのかよ。今の稽古は嫌です。嫌なのかい。ただそれは本番への快楽へ道です。快楽へ道です。なるほどね、はい、本番で弾けるために今苦労してると。そうです。そういうふうに僕はプラスに解釈すればいいのね。食われば楽ありです。なるほどね。食われば楽、まあそうだな、はい、沈んでから高く飛ぶみたいな。そうですね。なるほど。じゃあ俺も言っていいかね、意気込みみたいなことを。どうぞどうぞ。いや待ってんのよ、俺振ってくれるかなと思って待ってんだけど一向に振ってくれないから。じゃあトリゴリン役の小田井さん振ってみましょうか。振ってみましょうか。どうぞ。そうですね、まあ、さっきも言いましたけども、150周年ということでね、記念する、まあ、記念すべき、舞台になればいいなと思って日々みんなで精進してるわけですけども。精進とは何ですかね。前に前に一歩ずつ進むことですよ。新しい景色ですね。そうですよ。新しい景色形式です。形式一歩一歩ね、はい、ね、まあまあ、トレプレフも言いましたが、若干やっぱり、若干かな、だいぶやっぱりね、難しい話なので、まあ、人間のその、なんていうんですかね、表向きというか、よりも内面で芝居をするような芝居なので、まあ、見てる人に何が伝えられて、何が伝わるのか、まあ、ちょっと僕もわからないところがあるんですけども、まあ、それがまた、お芝居の楽しみでもあるので、僕らを通してですね、このカモメという作品を、改めて読み直してもらったりとかするとね、原作の方、そうですね、嬉しかったりしますよね、はい、ということで、そろそろ締めたいと思うんですが、ほら例のカンペを見なくちゃってやつですね。そうですね、カンペを見てください。じゃあ、インフォメーションを、うん、どうぞ。5月11日から16日までシアター会に行って、カモメ愛を紡ぐ人絶賛公演予定ですね。です。はい。ちょっと今通訳しておいた方がよくね。お前今変な言い方したろ。ね、11日から16日までね。その通りで。シアター界ね。よくご存知で。由緒正しい劇場ですよ、あそこは。みたいですね。格式のある。はい。そんな舞台に立てる僕たちは幸せじゃないですか。そう思いたいです。思うぜ。素直になれなくて。ごめんね。ドラマのタイトル言うな、ドラマのタイトルを。ということでね、はい、楽しみにしていただきたいということで、ということで、で終わりましょうか、はい、ではさよなら。さよなら。